大丈夫そう。え、なんかポーズ変えてる。シーンです。ポーズ。お疲れ様でした。ありがとうございました。まずじゃあ磯倉重さんから、まず、今日の結果、今どういう評価ですか。はい。今回はグラウンドコンディションも、まあ、雨という中でかなり気温も先々週に比べるとぐっと下がってきてはいるんですけれども、やはりその中でも44秒台というところをコンスタントに出したかったレースではあるので、45秒0台というところで少し悔しさが残るシーズンオフになってしまったなとは思っています。久々の一走だったかと思うんですけど、どういう気持ちでスタートラインに立ちましたか。はい、今まで特に今シーズンはスタートに不安要素があったので3走という、まあ、走順にいたんですけれども、やはり最近自分の調子が上がってきたことで1走でも思いっきりスタートを出ることができているので、その状態としては良かったのかなとは思っています。伊藤先生の方からは自信がついたらまた1走2とのことだったので、自信がつきつつあるので1走の方に戻りました。ご自身の走りと、バトンパスに関してはいかがですか。はい、私自身の走りとしてはスムーズに加速局面走れたんですけれども、やはりバトンゾーンのところで少し、まあ、詰まったまではいかないんですけれども、やや近くなってしまった時にその距離感を見誤ってしまって手首の方側に渡してしまい、それをお金さんが何とか取ってくれるというようなバトンパスにしてしまったので、もう少しスムーズにバトンパスが行えればなとは思っています。二走お金さん、バトンもぎ取ったってさっきおっしゃってましたけどあのまず今日のこの結果とご自身の走り振り返っていかがですか。まあ、44秒台を、まあ出すコンスタントに出していくっていうことを目標としてたんですけど、まあ、それが45秒台乗ってしまったのは少し悔しい部分あるんですけど、大会新記録しっかり出すことができたのでそれは良かったかなとは思ってます。自分の走りとしては結構安定してきて、自分の中でもこう思った通りの動きができるようになってきたので、その点は良かったかなとは思います。お金さんも久々の2走だったと思いますけども、その辺 の, あのやりづらさとかやりやすさとか走ってみていかがでしたか。一回4走を経験できたことで出の部分がすごいスムーズにそこで出れるようになったので、それを今回2走でもしっかり活かすことができました、はい、今日のこのタイム結果についてはどうですか。まあ、雨の中だったので、まあ、その中でもしっかりみんな自分の走りができたかなとは思います。ありがとうございます。3走奥野さん、久々の3走いかがでしたか。そうですね、やっぱり国体とはやっぱクルスピード、高校生と大学生ではクルスピードが違うなって感じたんですけど、やっぱり自分の今日のデーのタイミングは遅れてしまって、やっぱり詰まってしまった部分が自分の中で悔しく残ったかなって思います。ご自身の走りの内容いかがですか。走り自体はいい感じでしっかり走れたかなって思います。タイムと結果についてはどう受け止めてますか。44秒台を出したかったんですけど、まあ、ちょっと一歩届かなかったんで、やっぱり悔しい気持ちは残りますし、やっぱり、今シーズンは学生新記録が出せなかったので、やっぱり来シーズンにしっかり出したいなって思います。ありがとうございます。アンカー大山さん、まあ、最後のコーナーでのリレーだったと思いますが、終わって今どういうお気持ちですか。タイム的にも悔しい気持ちが残るんですけど、最後までバトンが渡ってよかったなと思います。まあ、4K でのアンカー久々だったと思いますけど、その辺はどういう思いで今日迎えてましたか。いつもだって一走だと私が渡しても後輩に託すだけなんですけど、今回は後輩が全部走って、もうあとはバトンをゴールに持っていくっていうだけでちょっと気持ちが、ね、
頑張らないとって思いました。やっぱり一走とは気持ち変わりますか？変わりますね。ちょっと見方が変わりました。あの奥野さんとのバトンパスについてはどうでしたか？良かったと思います。久々にやったんですけど、まあうまくいったなって思います。まあ江南での最後のリレーになりましたけども、なんかどういう思いが込み上げてます？ちゃんと出の練習をしてから、あ、このユニフォーム最後なんだなってちゃんと目で見て残せるようにして、で、あ、走りながらも最後と思いながら走れました。このメンバーでのリレーっていうのももう終わりということになりましたけども、改めて、まあ、1年間このチームで戦ってきたなんか感想だったりありますか？かなり高いレベルの選手層になっているので、本当にその個々の選手がリレーとして集まった時に本当に心強いというか、自分がもし何走で走ったとしても、たとえもし、まあ、アクシデントがあったとしても、それを走力で補いきれるだけのメンバーが揃っているという本当に絶対的な自信というところがあったので、本当に走るたび今回はどんなレースができるんだろうというワクワク感と自信があったので、本当にこのメンバーの中で走らせていただけたことは私の中でもすごくいい経験になりました。ありがとうございます。お金さんどうでしたか？そうですね、もう思い返してみたら、こうたくさん嬉しかったこともあったし、悔しかったこともあったし、みんながこう個々の走力があるからこそやっぱりプレッシャーに思ってしまった部分もあったし、そういう気持ちいろいろこうひっくるめて、すごいいろんな思いがあるチームだと思うので、まあ、そういうチームを経験できたことはすごい良かったと思いますし、これからに絶対に生かされるなっていうのはすごい思います。ありがとうございます。奥野さんどうですか？やっぱり層が厚い中、自分が選んでもらって走らせてもらったことがとりあえず一番私の中でとてもいい経験ができたなって思いますし、やっぱり記録の面では悔しいことも嬉しいこともあったので、やっぱり次への目標ができたなって思いますし、やっぱりこのメンバーで走れたことがとても楽しかったです。ありがとうございます。青山さんどうでした？はい、やっぱり一つだけ悔いがあるって言ったら、やっぱ日本記録じゃないわ、日本学生記録やっぱ残せなかったのはすごい悔しいんですけど、やっぱずっともう3年2年一緒に走ってきて、で今シーズン、まあ、ちょっと私自身のタイム的にもですけど、こうやって選んでいただいて、まあ、走れてるっていうのすごい、まあ、ちょっと たまに何か申し訳ない気持ち と感謝の気持ちがあるんですけど、まあ、選ばれてるからにはやっぱそのみんなの分を背負って頑張っていかないなと思って走れたのでよかったですし、今後もやっぱ江南大学は層がすごい厚いので後半に託して来年は学生新記録を出してほしいなと思っています。あと最後に青山さん、あの復帰レースから1年となりましたけども、なんか振り返ってどういう思い感じますか？まだ半年ぐらいしか経ってない気分なんです、エコパ。まあ、たくさん今年はレースを出て試合慣れっていうのもできましたし、まあ、自分の状態をしっかりと知れた年になりましたので、まあ、最初エコパで入って、最後今週でエコパで終わるというすごい嬉しいことですし、エコパにありがとうって感じで思い出ですね。はい、ありがとうございます。まあ、来年には次のステージ上がると思いますけども、来年に向けてお願いできますか？そうですね、改善点がすごいありますし、自分の弱いところをすごく見つけれたので、この冬季でもしっかりと積んで積みまくりたいと思います。そして来年また元のタイムで走れたらなと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。